誠にありがとうございます。冬の山陰には冬の味覚の王様松葉ガニや、入れば美肌になる間違いなしの温泉など、おすすめのスポットやグルメがたくさんございます。そして本日ここ大阪ステーションシティアトリウム広場におきまして、冬の山陰エリアの魅力をご紹介するノスタルジック山陰観光 PR イベントを開催してまいります。こちらのステージでは、聞けば山陰に行きたくなる観光情報やお得なキャンペーン情報をこちらに勢ぞろいしておりますかわいいマスコットキャラクターたちと一緒にご紹介してまいります。山陰エリアの地元市町の方々による観光 PR ステージや、鳥取県の風物詩鳥取シャンシャン笠踊りの披露、島根県観光キャラクター島根っ子のダンスパフォーマンスもありますので、どうぞお楽しみください。また2月28日までに対象の宿泊施設にお泊まりいただくと、3万円分の商品券や山陰の特産品などが当たるノスタルジック山陰プレゼントキャンペーンを開催しております。ただいま会場ではスタッフがキャンペーンの詳しい内容が記載されているパンフレットをお配りしておりますので、どうぞお受け取りいただき、ぜひご旅行の参考にお役立てください。それでは観光 PR ステージに出演しますキャラクターたちが勢ぞろいしておりますので、ご紹介いたします。ステージ右側から順番にご紹介してまいります。まずは鳥取県のキャラクターのご紹介です。三朝温泉湯煙怪獣クサラドンです。三朝温泉に住む湯煙怪獣クサラドンは、三朝温泉特有のモルビシストアでみんなを癒して元気にさせています。みんなとの出会いが嬉しくて、お腹のお湯がポカポカ、毎日ワクワクしています。次に岩見町岩見です。岩見町がジオパークの街であることを PR するために2011年9月に誕生しました。山陰海岸ジオパークの浦留海岸にある奇跡千貫松島をモチーフにしています。千貫松島は海岸の自然保存歩道沿いにあり、花崗岩に穴が開いた海食洞門、その頂上部には松が生えているため、岩見の頭の上にも松の木があるのとか。そして鳥取県マスコットキャラクタートリピーです。平成記念に開催された夢湊博覧会をで活躍したことをきっかけに、鳥取県の観光 PR に励む毎日を過ごしています。続いては島根県のキャラクターのご紹介です。まずはじめにこちら島根県観光キャラクターの島根っ子です。島根の PR をするためにやってきた島根っ子、頭には大正作りの親潮風帽子をかぶっていて、耳にはしめ縄風マフラーを巻いています。最近食べ過ぎで少し動きが鈍いけど、とにかく明るくて誰とでもすぐに仲良くなっちゃいます。続きまして大田市のラトちゃんです。ラトウと甲府の衣装がモチーフの公式キャラクターです。ラトウとはかつて石見銀山のバウでも使われていたサザエの殻に油を入れて火を灯す明かりのことです。ラトちゃんは恥ずかしがり屋さんだけど、一旦火がつくと底抜けに明るい性格なんだとか。頭に揺える小さな炎で人々の心や地域の未来に明かりを灯します。以上のキャラクターたちが本日一緒にステージを盛り上げてくれます。そして申し遅れましたが、山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーが司会進行を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。以上でオープニングステージを終了いたします。なお、ただいま会場ではパンフレットをお配りしておりますので、皆様お受け取りいただき、ぜひご旅行の参考にお役立てください。皆様どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
改めましてこんにちは。私は山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーの田中かなと申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーの森本千恵美と申します。よろしくお願いいたします。そして鳥取県マスコットキャラクタートリピーです。よろしくお願いします。森本さん、頑張って鳥取のご紹介をしていきましょうね。はい、お願いします。そういえば田中さん、はい、鳥取県はいつ来ていただいても魅力はいっぱいあるんですが、やっぱりこの時期は、はい、カニ取り県。そうなんです。鳥取県はカニの水揚げが日本一。今年もマスコミ報道にありますように水揚げ絶好調です。取れすぎてカニがなくなるのではって心配がありますが、3月まで供給できるように調節をしておりますので、ご安心してお越しください。ちょっと何してんの？トリピーが話したいってうるさくって。何ベニズワイガニは大丈夫だから食べに来てって。そっか、ベニズワイガニは捕獲制限とかもないし大丈夫ですよね。ベニズワイガニは甘みが強くて値段もお手頃だし嬉しいカニなんですよね。トリピーすごいね。まだまだ鳥取はカニシーズンです。関西からは往復の料金とカニ料理がセットにあった JR 西日本カニカニエクスプレスでぜひお出かけください。森本さんはカニ以外に何か冬の鳥取でおすすめしたいものありますか？はい、私は鳥取砂丘が一押しです。特に雪の砂丘です。一面真っ白な雪に覆われて、ここって日本なの？と目を疑うような冬ならではの幻想的な光景は絶対に感動します。日本に住んでいるんだから。何くまなく言ってみたいと思います。砂丘まで来たら砂を素材にした彫刻作品を展示する砂の美術館にも来てほしいって言ってます。砂で世界旅行をテーマに毎年作品も変わるし、世界で唯一の砂像の屋内常設展示施設ですので、天気の心配もないし大丈夫ですよね。そうです、ね、ただ一つだけ、砂の美術館は今閉館中で、この春の展示公開に向けて準備中ですので、皆さん必ずホームページなどで公開日時を確認してください。はい、要チェックです。第12期展示は4月13日からですよね。はい、そうなんです。そういえば森本さん、某外国人向け日本情報サイトの2019年に外国人が訪れるべき観光地ランキングで鳥取県がなんと1位を獲得しましたよね。そうでした、1位獲得です。田中さん、どんな理由で鳥取が評価されたんですか？やっぱり砂丘なんですよね。欧米人の方は鳥取砂丘を見て、日本にも砂漠があるのかと驚かれたり、人気漫画名探偵コナンの作者の青山氏にちなんだ施設の青山豪商ふるさと館やゲゲゲの鬼太郎の関連作品を展示している三木しげる記念館とか、もともとあった砂丘と漫画アニメのサブカルチャーの魅力が加わったことで多数の外国人観光客に支持されたようです。やっぱり魅力はたくさんの外国の方にも知られているんですね。はい、そういえば今日はすごいサプライズゲストが来てくれるんですよね。そうです。どこで登場してくれるかまだ分かりませんが、皆さん楽しみにしていてください。私も楽しみにしています。田中さん、一生懸命紹介していたら時間も残り少なくなってきましたね。こんな時間ですね。じゃあ最後に笠踊りのご紹介をしますね。森本さん、詳しい説明お願いできますか？はい、もちろんです。もともとは稲葉の笠踊りと呼ばれ、江戸時代後期の干発の際に花笠を持って踊られた雨乞いの踊りが原型なんです。明治時代に考案された踊りが始まりなんです。じゃあ今シャンシャン笠踊りの形にはいつなったんですか？確か昭和40年頃に今の形に考案されたと思います。そうだよね。今では鳥取市の夏の風物詩になっていて、毎年3000人以上が踊る鳥取県を代表する夏祭りになってるんだけど、50年以上の歴史があるんですよね。そうなんです。歌に合わせ長江の大笠を使い、傘を回しながら剣舞のように舞う踊りは綺麗で華やかなんですよね。それでは実際に私たち2人で笠踊りを披露したいと思います。トリピーも応援してね。皆さん拍手とともにご覧いただけると嬉しいです。
8月お盆の間に開催されるシャンシャン祭りなんですが、冬の間も、美味しい食べ物や温泉、カニもちろんですね、たくさん魅力がございますので、ぜひ山陰へお出かけください。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからの時間は島根県のご紹介です。私は山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーの安田と申します。同じく山陰デスティネーションキャンペーンアンバサダーの上田と申します。そして島根県観光キャラクター島根っ子です。今日は私たちで島根県の魅力をご紹介していきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、
2015年に国宝に指定された松江城はご存知でしょうか？ご存知ですか？松江城は1611年に築城された国内で現存する十二天守の一つです。昨年末 NHK の最強の城という番組でなんと松江城は第1位に選ばれた注目のお城なんです。そんな松江城の周りにはぐるりとお堀が囲み、この堀川を遊覧船でゆったりと周遊することができるんですよ。さらに松江の和菓子と自分で建てたお抹茶をいただきながら乗れる遊覧船もあるんです。船から眺める城下町も風情があって素敵ですよね。島根っ子も船乗りたいよね。9月から10月まで開催される松江水灯籠は夕方から夜にかけて堀端に手作りの行灯が並び、いつもとはまた違う幻想的な松江の夜をお楽しみいただけます。続いては出雲大社のご紹介です。平成20年から始まった平成の大遷宮で屋根もきれいに引き換えられ、参道に続く神門通りもいろんなお店が増えて日々にぎわいを見せています。おいしい出雲そばのお店もたくさんありますよ。出雲そばおいしいですよね。大根おろしやネギなどの薬味をのせてそばつゆをかける割子そばもおいしいけど、茹で上げたそばをそのまま丼に盛り付けて食べる釜揚げそばも今の時期は寒いのであったかくておいしいですよね。島根っ子も出雲そば好き？好きだよね、島根っ子も。でも島根っ子は食べ過ぎないようにね。旧暦10月の神在月には全国から八百万の神様が集まられるので、皆様も神様たちと一緒に出雲へお越しください。さて、島根には歴史を語る建造物が数多くありますが、まだまだとっておきの世界に誇る場所があるんです。島根っ子わかるかな？島根っ子、私に教えて。さすが島根っ子。そう、島根県が誇る世界遺産、石見銀山です。はい、その石見銀山は平成29年7月に世界遺産登録10周年をお迎えしました。島根県の奥出雲ではたたら製鉄が絶やすことなく現在も受け継がれる菅谷たたらも平成28年に日本遺産に認定されています。そして夏は日本海に浮かぶ島、沖ノ島も本当に綺麗で気持ちが良くてとてもおすすめです。またアメリカの日本庭園専門誌で16年連続日本一に選ばれている足立美術館の日本庭園も本当に素晴らしいですよ。なになに島根っ子、どうしたの？なになに、綺麗といえばおすすめの情報？そうでした、島根といえば美肌ですね。はい、ここまで国宝の松江城や出雲大社、世界遺産の石見銀山を紹介いたしましたが、島根県は美肌の県としても有名なんです。はい、毎年某化粧品会社が日本で一番美しい肌を持つ県をランキング形式で発表している日本美肌県グランプリで、なんと昨年島根県がグランプリを受賞いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。肌が潤っている部門、マイクロダストに強い部門、ニキビができにくい部門で1位を獲得。その他の部門でも昨年より順位が上がりました。その要因は気象条件と言われています。空気中の水分量が肌の潤いを保つのに適していて、さらに島根県は日照時間も短くて紫外線の影響を受けにくいんです。島根県はお肌にとても恵まれた環境にあるんですよ。皆さんも美肌県グランプリ1位の島根県へ美肌旅しませんか？
ただいま島根県観光連盟のホームページでは、私だけの美肌旅プランと題して、美肌につながるスポットやグルメ、お土産など島根の美肌のもとをつなげて、自分だけのオリジナルの旅プランを作ることができます。ぜひそちらもご覧ください。え、島根っ子、何何、どうしたの？わかった。島根っ子得意のダンスを皆さんに、ね、見てもらいたいんだね。それでは皆さんに島根っ子ダンスをぜひご覧いただきましょう。皆さんも音楽に合わせて手拍子をお願いいたします。それではミュージックスタート。旅など幅広くご旅行を楽しむことができる島根県へぜひお越しください。島根っ子も皆さんのお越しをお待ちしております。コンベンション協会と申します。鳥取から来ましたって言いますと、よく関西の方はラクダで来はんなんって言われますけれども、大阪から鳥取間はJR と地図急行を利用して特急スーパーハクトで約2時間30分乗り換えなしでいらしていただけます。今回ご紹介いたします山陰海岸ジオパークでは、私たち鳥取市、そしてこちらの今民のいる
岩美町、新温泉町、上町、豊岡市、京丹後市の鳥取県東部から兵庫県、京都府までの6市町を日本海形成に伴う多様な地形や地質、人々の暮らしをテーマに文化や歴史を学ぶことができます。その山陰海岸ジオパークには JR 快速山陰海岸ジオライナーが土曜休日鳥取駅から豊岡、その間を1往復運行しております。ぜひご利用くださいね。ジオパークと言いますと聞いたことはあるけど何のことか知らないっていう方もおられますよね。ジオパークがもたらす恵みは山陰各地にあるんです。皆さんが大好きな松葉ガニ、肉質日本一に輝いた鳥取和牛や神戸ビーフや松阪牛の元牛となっている但馬牛、そして県庁所在地に湧く温泉として全国的にも珍しい鳥取温泉、1300年の歴史を刻む岩井温泉をはじめとした温泉もジオの恵みの一つなんですよ。この田島丹後へのいざないの観光マップに詳しく載ってますので後でご覧になってくださいね。ジオパークを楽しまれるようでしたら一押しはやはり鳥取といえば鳥取砂丘、そのジオパークのシンボルである鳥取砂丘は年間約130万人の人々を魅了しています。世界初の砂像のための展示施設、次期の展示は4月13日からスタートする砂の美術館をはじめパラグライダーやサンドボードなど多彩なアクティビティが楽しめます。あと本物のラクダに乗ってのお散歩や写真撮影、秋には20世紀の梨狩り、珍しい梨の、あ、らっきょうの花畑もおすすめです。ここは日本なのという非日常的な空間をぜひ鳥取砂丘でお楽しみくださいませ。そして鳥取砂丘といえば、お待たせいたしました、岩見お願いします。はい、ありがとうございます。その鳥取砂丘から約10分ぐらいというとっても近い場所にあるのが私たち岩見町です。これから岩見町の紹介をさせていただきます。岩見町は鳥取県の東に位置する海と山と温泉の町です。町の全域がユネスコ世界ジオパークに認定されている山陰海岸ジオパークのエリアに入っています。日本国内でユネスコ世界ジオパークに認定されているのは山陰海岸ジオパークをはじめわずか9地域です。このことからも岩見町が自然豊かな学術的にも貴重な土地であることがわかると思います。そして岩見町といえば何といってもその美しい海を存分に楽しんでもらえるマリンアクティビティがおすすめです。海の上をボードに乗って散歩するスタンドアップパドルボード、アクティビティの定番のサーフィンですとか、あと複雑な岩石海岸を冒険できるシーカヤックやクリアカヌーもおすすめです。まだまだ魅力的なアクティビティはいっぱいあります。マリンアクティビティは当期はお休みしておりますが4月から順次再開いたしますので、今お配りしているパンフレットの中に岩見町のパンフレットも入っておりますのでそちらをご覧ください。より詳しい情報が書いてあります。また岩見町のおすすめとして冬にもう一つおすすめなのが岩井温泉です。岩井温泉は源泉かけ流しの温泉で、開湯から1200年以上経つとっても由緒ある温泉です。入るだけでお肌もツルツルになりますし、ポカポカ体が温まりますのでぜひ皆さんお越しください。そしてはい、鳥取温泉のご紹介をさせていただきます。鳥取 JR 鳥取駅から歩いて5、6分ぐらいのところにある、温泉地です。特徴はどの、施設も、自分のところに温泉井戸を持ってて、自家源泉かけ流しで供給しているというところです。なんでそんな鳥取の街中に温泉があるんかと
実は今から遡ること120年前、JR さんになる前ですね、国鉄の鉄道をの線路を敷設する際に、作業員が飲み水を井戸を掘ってたら偶然湧き出したと、温泉が湧いたというのが言われてございます。鉄道とは非常に縁の深い温泉地でございまして、大体、今5軒の温泉旅館、それから温泉を引いているホテル、なんとカプセルホテルまであります。街中の県庁所在地に近いというか、もう街中そのものの鳥取温泉、交通資源、鳥取砂丘まで車で約15分から先ほどの、岩美町浦留海岸まで車で約20分という、市面の距離になります。ぜひ皆さんお越しください。ありがとうございました。今日は、三朝温泉から観光の PR にやってまいりました。三朝温泉は、大阪からですねスーパーハット号で3時間ちょっと、これで倉吉、終点が倉吉駅でございますが、倉吉駅から、車で15分くらいで三朝温泉まで来ていただけます。とっても便利な場所でございますので、よろしくお願いします。三朝温泉は、日本遺産登録第1号ということで、三朝温泉と、三朝から15分の場所にあります三徳山、こちらでございますが、この三徳山と三朝温泉がセットで日本遺産の第1号に認定されております。三徳山で、六根を清めて、三朝温泉で六感を癒す、こういった、ストーリーが日本遺産に認定されたということでございます。で、今日は湯煙怪獣ラドン君と一緒に来ております。三朝温泉はこのラドン君が象徴してますように、世界有数のラジウムの含有量を誇る名湯でございまして、ただ入っていただくだけではなくて飲んでいただけます。そして、気化したラドン君じゃないんですけど気化したラドンを吸っていただくと、とても体にいいというふうに言われております。人間というのはもともとですね、自分から自ら治ろうとする力、自然治癒力、それから免疫力、こういったものを持っているわけですけれども、そういった人間が本来持っている力を目覚めさせる、それが三朝温泉ラドンの力でございます。三朝温泉は自然も豊富でございまして、4月は桜が、温泉街を彩ります。で、6月になりましたらホタルが、遊歩道、こういったところで、ランプいたします。で、夏は花火で、秋は、紅葉で、冬、今ですね、このちっちゃい赤ちゃんはですね、ラドンちゃんの赤ちゃん、これビスマスちゃんと言いますが、カニの帽子をかぶっておりまして、今カニ取り券ということで、三朝温泉頑張っているところでございます。大阪の方、近畿の方、とっても馴染みのある温泉地でございますので、どうぞ一人でも多くの方にお越しいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。鳥取県観光連盟の水と申します。寒い中ご苦労様でございます。で、私からなんですけども、冬の鳥取と言いますと、やはりここにはカニ取り券のカニ、そして、三朝温泉を含める温泉、この2つはもう外すことはできません。で、先ほどですね、鳥取県のアンバサダーからですね、カニが取りすぎましてって話があったんですけども、今年は解禁以降ですね、カニがいっぱい取れまして、皆様にはもしかしたらもう鳥取ではカニないんちゃうかというご心配をかけておるかと思いますけども、しっかりとですね、少し制限はかかっておりますけども、皆さんが召し上がっていただくカニは十分にございますので、どうぞね、先週あたりから本格的にね、冷えてきましたし、このカニとですね、温泉を楽しみにですね、ぜひ鳥取の方にお越しいただければと思います。実は先週もですね、このちょうど1階の中央コンコースですね、鳥取県のイベントをやっておりまして、トリビーと一緒に頑張って PR してたんですけども、
ちょうどですね、私がこう PR してるとですね、2人の女性が駆け寄ってきてですね、今から鳥取行くねんって、あ、そうなんですかって、どこ行くんですかと、ちょうど三朝温泉ということですね。せっかくですからもうカニとね温泉を楽しんできますということで、ちょっと足早に行かれたんですけど、おそらくスーパーハクトでね、プレヤシまで行かれて三朝に行かれたかと思いますので、乗り遅れないようにね行ってくださいってちょうど見送ってたんですけども、まあちょっとこの冬の時期ですね、皆さん一つお願いありまして、まあ、お願いというかご注意というか、路面がどうしてもね凍結したり雪も降ったりするのでね、やっぱり安心して行ける JR をですねご利用いただいて、まあ鳥取三朝も含めたですね県内どうぞ JR を利用して鳥取にお越しいただければなと思いますので、どうぞ皆さんこの冬はカニと温泉楽しみですねお越しください。ラドも待ってますのでね、よろしくお願いします。どうぞありがとうございました。地図急行は兵庫県の上郡町から、上郡町ご存知でしょうか、兵庫県の姫路よりちょっと西側ですね、上郡町から岡山を通って鳥取県の智頭町まで 56.1km の区間を運行している第三セクターの鉄道会社です。この智頭急行はスーパーハクト号を所有しており、大阪駅でもご覧いただけると思いますが、そのスーパーハクト号をJR 線に乗り入れて運行しております。そのスーパーハクト号は京都から鳥取県の中部倉吉までを1日7往復運行しております。そのスーパーハクト号に乗ってカニを食べにお越しいただくプラン、 JR 駅プランカニカニ日帰りエクスプレスのご紹介をさせていただきます。昨年11月7日から運行を開始しております。この JR 駅プランカニカニ日帰りエクスプレスはスーパーハクト号の往復券とお食事がセットになった大変お得なプランとなっております。もうすでにカニ取り券のカニを食べて多くの方が食べに来ていただいていますが、皆さんはカニをもう召し上がられましたでしょうか。このカニの美味しい時期にぜひ JR 駅プランでカニを満足いただくほど食べていただきたいと思っております。ここ大阪駅からのプランもございます。各施設ごとによってプランが違っており、温泉でゆったり過ごしていただけるプランやお食事割引券のついたプランなどがございます。また平日ご利用の方にはドリンクのサービスや特別メニューの提供など平日ならではのサービスがございます。詳しくは JR の緑の窓口でお尋ねください。またさらにこちらの JR 駅プランをご利用いただきますと、抽選で200名様に山陰のハタハタやカレーの干物セットなどを智頭急行からプレゼントさせていただきます。スーパーハクト号に乗って鳥取へちょっと贅沢にちょっと気軽にカニを満腹に食べていただける JR 駅プランカニカニ日帰りエクスプレス、ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。オープニングのところいらっしゃった方おられますか。松江市にあります松江城が、最強の城ということで、某、受信料がいるテレビ局の方で、放送されました。それを受けましてですね、今松江城の方ではその最強の城を体験していただく、体感ツアーというものも、開催しておりますので、ぜひお越しになった時には、体験してみていただければと思います。今2月の松江市は、食のイベントを、やっております。食といえばですね、宍道湖の、湿疹というものがあるんですけども、そのうちの一つ白魚というものがありまして、これもまた、某、受信料がいるテレビ局で明日朝、放送されるそうですので、もし、ご都合がよろしかったら、見ていただいて参考にしていただければと思います。松江市の方はですね、3月の末まで、このJR を利用していただいて、山陰にお越しをいただいて、さらに松江市でお泊まりいただいた方、
一泊につきですねお一人2000円の助成をしている、キャンペーンを行っております。お近くではですねこの下にあります日本旅行さんの方でもそのプランを取り扱っておりますので、ぜひ、そちらの方にも足を運んでいただいて、こちらの方にもパンフレットもございますので、ご覧をいただければと思います。続いてですね、冬を通り越しまして春のイベントのご案内でございます。松江市の方では、来年5月に、ホーランエイヤーというイベントが、開催をされます。イベントという方はちょっとおかしいかもしれませんね、神事でございます。10年に一度行われる、船神事でございまして、10年ってすごい長いですよね。オリンピック2回よりも長いですし、小学校入学した子は高校生になるというぐらい、10年というのはなかなか来ないものなんですけども、10年に1回の船神事が、今年開催をされます。約100隻のですね船が、松江市の川をですね、並んで、走りまして、その上でこういう歌舞伎風の衣装を着た、方が、踊って、それで、ご神体をお運びするというような神事でございます。10年に一度しかご覧いただけない機会が今年でございます。ぜひですね、JR をご利用いただきまして、山陰の方へそして、松江の方にお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。いただきます。よろしくお願いします。まず一緒に紹介させてもらいます友達を紹介します。大田市のマスコットキャラクターラトちゃんです。こんにちは、ラトちゃんです。ラトちゃんのモチーフになっているラトウなんですけども、これのことなんですよ。サザエの殻の中に油を入れてまして、すごいちっちゃい明かりなんですよ。ただ大田にある世界遺産石見銀山では当時このちっちゃい明かりをもとに銀を探していました。本当にちっちゃい明かりなんですけど、このちっちゃな明かりだけで銀を一生懸命採掘していました。ちなみに銀を採掘していた甲府さんの服装なんですけども、このラトちゃんと同じこの地味な服装ですね。この地味な服装を着て採掘してました。でもラトちゃんは似合ってるから大丈夫だよと、仲直りしましたところで、改めまして大田市の PR をいたします。まずは何といっても世界遺産の石見銀山でございます。石見銀山はですね、こんなところでございます。ちょっと世界遺産なんですけどちょっと地味ですかね。ごめんなさい、地味というか、でも魅力がいっぱいたくさんありましてですね、石見銀山は江戸時代にですね非常にたくさんの銀が取れました。でその当時のですね遺跡だとか坑道の跡っていうのがですね今もすごくいい形で残ってます。ということで世界遺産に認定されました。で町はですね見ていただければ分かるんですけども、江戸時代とか昭和初期の建物がですねいっぱいまだ残ってます。なので来られた人はですねタイムスリップをしたような気持ちになれます。でこんな町並みがなんで残ってるかっていうと、今も400人の方が住んでいまして、この町並みだとか自然景観なんかをですね一生懸命守ってるんです。ラトちゃんなんか言いたそうだね。そうだね、確かにノスタルジックな雰囲気ですねこれ。はい、じゃ続きまして三瓶山の紹介をさせていただきます。こんなところです。はい、この写真もノスタルジックだね。これは三瓶山の秋の頂上の写真風景です。いっぱいですねススキが咲いてまして、黄金の道って言われるんですけども、秋になるとこんな綺麗な景色が見れます。で春は桜が咲きますし、この寒い冬の時期もですね三瓶温泉スノーシューといった冬のアクティビティも満載でございますので、どの季節に来ていただいても楽しむことができます。ラトちゃんのおすすめは何かな。ラトちゃん教えて。そうだね、雲海、三瓶山では雲海を見ることができますので、運が良ければなんですけども、なので朝早く見ていただきたいですので、皆さん泊まりがけで三瓶の方にお越しくださいませ。この他にもですね、リマサンドミュージアムという映画砂時計の舞台になった世界一大きな砂時計があったりだとか、大田市にはですね魅力満載でございますので、皆様大田市の方に遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。市町および関係者の皆様ありがとうございました。
皆さん山林エリアの魅力を感じていただけましたでしょうか。そんな山陰エリアの旅を一層楽しくするのが、昨年7月に運行を開始した観光列車あめつちです。ご紹介は JR 西日本米子支社松本さん、 JR 西日本山陰開発森田さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、 JR 西日本米子支社の松本と申します。鳥取の、米子駅から便利な、八雲号に乗ってやってまいりました。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、 JR 西日本山陰開発株式会社、森田と申します。よろしくお願いします。森田さん、松本さん、私アメツチに乗って出雲大社へお参りに来ましたよ。車内限定のお弁当やスイーツもとっても美味しかったです。ありがとうございます。正面には鳥取県の遠州和紙が使われていたり、テーブルには島根県の石州瓦が使われていて、とても綺麗ですよね。ありがとうございます。そうなんです、観光列車あめつち号はですね、今ご紹介いただきましたように、車内に、山陰地域の伝統工芸品を使用しているのもあるんですけども、その他にもお客様に喜んでいただける魅力が満載の車両となっております。その観光列車あめつち号なんですけども、鳥取砂丘のある鳥取駅から、出雲大社のある出雲市駅まで、1日1往復ですね、毎週土日を中心に運行しております。ですので今日もですね、明日も運行しておりますので、ぜひ皆さん、乗りに来てください。詳しい運行情報につきましては、観光列車の旅時間というホームページがございますので、ぜひそちらもご覧ください。森田さん、ありがとうございました。また車内では、山陰のいいものを取り揃えて販売しております。今日お配りさせていただいている袋の中に山陰いいものお土産手帳というのがあるんですけども、そこにはさらに厳選されたお土産が掲載しております。掲載されている商品は、鳥取、米子、松江各駅の、お土産楽市で取り扱っておりますので、あめつち乗車の際はぜひお立ち寄りください。森田さん、松本さん、ありがとうございました。さあ皆さん、お待たせしました。あの人気者が大阪駅アトリウム広場に来てくれました。鬼太郎ネズミ男、はい、昨年7月に鳥取県境港市にある水木しげるロードが誕生以来、最大のリニューアルを行い、妖怪ブロンズ像を妖怪の住む場所などによりゾーン分けをして再配置しました。懐かしい昭和レトロな街並みはそのままに、歩道を広げ休憩所も増やしましたので、一層散策しやすくなっています。私も早速行ってみました。鬼太郎にもあったよね。夜の雰囲気はとっても妖怪が出てきそうな怪しい雰囲気でした。そうです、今回のリニューアルの目玉の一つとして、夜になるとロード全線に妖怪たちの影絵が映し出されたり、ブロンズ像のライトアップを行っております。いつ来ても何度来ても楽しめる水木しげるロードに生まれ変わりました。鬼太郎やネズミ男などの妖怪たちが皆さんのお越しをお待ちしております。私も行ってみます。リニューアルされた鬼太郎列車にもぜひ乗りたいです。ありがとうございます。今ご紹介いただきました鬼太郎列車ですね、鳥取県の米子駅から、水木しげるロードのある境港駅まで、を結んでおります。 JR 境線を走っております。水木しげるロードの、リニューアルに合わせまして、鬼太郎列車も、全6種類リニューアルをしております。
社内にはですね、今流行りのインスタ映えのような SNS 映えするようなですね、仕掛けもたくさんございますので、ぜひ水木しげるロードにお越しの際は、北郎列車、リニューアルされた北郎列車に乗って、来てください。よろしくお願いします。最後にお得なキャンペーンのお知らせです。 JR を使ってサインにお越しいただくと素敵なプレゼントが当たるノスタルジックサインプレゼントキャンペーンを開催しています。本日お配りしているパンフレットについている応募はがきに駅に設置してある駅スタンプと対象の宿泊施設にお泊まりいただいた宿泊証明印を押して応募いただくと総勢185名様に3万円分の宿泊券やサインの名産品が当たります。この機会にぜひサインへお越しください。鳥取県東部中部へのアクセスはここ大阪駅から乗り換えなしで行ける特急スーパーハクト号が便利です。大阪駅から乗り換えなし、約2時間半で鳥取へ行くことができます。島根県と鳥取県西部へのアクセスは新幹線で岡山駅まで行き、岡山から特急やくもをご利用ください。特急やくもは1日15往復運行しておりますので、とっても便利ですよ。水木しげるロードに行くのもこちらのルートです。ぜひ、サインのご旅行は JR でお越しください。ノスタルジック参院観光 PR ステージを終了いたします。なお、ただいま会場ではパンフレットセットをお配りしておりますので、どうぞお受け取りいただき、ぜひご旅行の参考にお役立てください。次回は13時30分に行いますので、ぜひステージ前にお越しください。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。